おはようございます。8月24日、月曜日6時13分の相場解説になります。週が明けましたんで、週足の方を見ています。週1週間に1回はね、月曜日は週足を見て、そして月に1回は月足を見ると、毎月の1日ですけどもね。で、デイリーっていうのは毎日見ないといけないですし、4時間足は4時間に1回見るのが理想ですね。で、1時間足は毎時間見るといいと思います。 そして肝心なのが、どの時間軸で自分はエントリーするかってことなんですけども、エントリーってのは、要するに、まあ、かけるって言ったらね、下世話ですけども、金額を投入するのかってことですよね、ベットするのかってことになります。私の場合は1時間ですんで、見方としては、ウィークリー、デイリー、4時間足、1時間という形でえ見ていきます。で、見方としては、一番見やすいのが、ウィークリーが買い目線。デイリーも買い目線。4時間も買い目線。 1>, 1時間も買い目線なら買いでほぼ間違いないということですよね。それでも売りになることはありますけどね。まあ、こういうふうに全時間軸が揃っていれば同じ方向を指し示していれば非常に判断は簡単なんですが大抵の場合はウィークリーは下目線、デイリーは上目線、4時間は上目線。 一時間は下目線みたいな感じでバラバラになるからね、えー、テクニカルとか移動平均線とか見なくてはならないってことになるんですね。えー、それではですね、前提はこのぐらいにしてウィークリーの方でどういうふうに見ればいいかってことを初めて今日の動画を見る方にもね、わかりやすいようにちょっとご案内しようかと思います。まずね、黄色い線が引いてあるでしょこ、これ。なんでこれ黄色い線が引いてあるかっていうと、この黄色い線に触れるとチャートっていうのは特徴的な動きをするっていうふうに判断してるからなんですよ。えー、ここと、ここと、 こここここことここでですすよねねそしてここもです、ね、どういう動きをするかっていうとここに触れると上に行くんですよなぜか上に行くんですよ上に行くんですねここも上に行ってますよねでここも上に行きましたよねということで今後このローソク足が伸びていってここに触れた時もまた上に行くんじゃないかなってことが考えられるんで倍、えー、の準備をするってことになりますよね、えー、こういう見方ですで現在 シ足ってのはちょっと下目線に行ってると思うんですよ。こういう風にね。安値がどん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 下に行ってる。高値もここの次はここ、ここの次はここ、ここの次はここって感じでどんどん下がっていってますんで、まあ、順調にね、こっちの方向に向かってるんではないかなと思います。その後、こちらの黄色い線に触れたら、これゾーンと呼ぶんですけども、ゾーンの説明はまたしますね。 跳ね返って上に行くんではないかなと思いますので、ここで大きな利益を取るチャンスが来るというのがウィークリーの見方です。では次は、日足を見ていきましょう。一日足です。同じようにゾーンをここで引いてます。なんでここでゾーンを引いたかって言いますと、ここ見てください。ここに当たると、先ほどと同じように上の方にずっと上がっていって帰ってこないでしょ。で、仮にここに帰ってきてもまた上の方に行くわけなんですよ。まあ、ですんで、ここ。 に触れたときも上に行くんではないかなと思っていたんですけどもそうならずにですね今回はそうならずにさらに下に潜っていってしまいましたとなると今度は下から上に向かうときにここにぶつかったときに下に動くんではないかなと思ったんですけども、まあ、若干下に動いたんですけどもなんとですね勢いをつけてもっと上に行きだしたということなんですよということでこの辺りは 法則が働かなくなってきたんですよね。まあ、ですんで、えー、ちょっと横ばいの方に入るんではないかなというふうに考えています。これがデイリーです。えー、車ね。これあの、トランザムっていうアメリカの車なんですけどね。ずっと憧れていて、えー、今、ちょっとうちの車庫にあるんですけども、これもまあ FX のおかげかなと思いますね。<laughs> はい。えー、で、これが4時間足ですね。4時間足、ここに当たったら、上の方に跳ねて、 ここに当たったら下に向かっていったってことなんで本来でしたらここからここの間の間幅ですよねレンジって言うんですけどもこの間で推移するのかなと思ったんですけどもここがちょっと飛び出ましたよね、まあ、ですんでね、えー、ちょっとこう考え方がまとまらないんですけども、えー、私が今感じているのはちょっとフェーズが変えてですね この辺りから、もう新しく動きを見ていこうかなってとことなんですよね。で、高値がこちら。で、現在のところ、安値がこちらですね。この高値がこちらっていうのは、これ、この高値以上に上にチャートが存在してないでしょ。同じような感じで、こっから下にも存在してませんよね。で、次折れ曲がってるところがここ。次折れ曲がってるところがここ。次折れ曲がってるところがここ,がっ,てこ,がこ,こって感じで、線を引くと、 こういうふうに、だん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 上下の差がなくなってきてるんですよ。この上下の差がなくなってきてる状態のことをボラ、ボラティリティがなくなってきてるって呼びます。ね、ギザギザがちっちゃくなってきてるでしょ。だからこれ横ばいになってるよってことなんですよ。横ばいになったら何が起きるかっていうと、売り買いの差は取れなくなりますけども、これ横ばいがずっと続いた後にブレイクっていって、大きく上か下に跳ねる瞬間が訪れます。 その時にまた利益を大きく取っていくっていうことになりますね。で、最後に1時間を見ます。1時間は実際にバイとかセルで資金を投入する時間帯になります。これは私が1時間をしてるわけであって、4時間でも、デイリーでも、ウィークリーでも、どこでもいいですからね。で、私が1時間を選んでるのは、毎日決済するからなんですよ。例えば朝6時台とか7時台にこうやってチャートを見てエントリーすると。で 1>, 1本が1時間ですから、このチャートがね、ローソク足が1本が1時間ですから、これが10本出るか出ないかの間に利益確定をするなり損切りして、今日中に勝負をつけようと思ってるんですよね。まあ、ですので、長くてもですね、6時にエントリーしたら、18時、夕方の6時には店じまいにしようかなと思ってますね。で、改めてこのチャートを見てみますと、上からぐーっと下がってきてはいるんですけども、ここに当たってね、 上に跳ね返ってますけども、ここよりも下にチャートが存在してないですよね。こういう感じで引きます。で、ちょっと見方はいろいろあるんですけども、こっから前の方は一旦考えないようにさせていただきます。フェーズが変わったって言いましたけども。で、高値のところがここですから、こっから横に引いたときに、こっからね、上の方にもロウソク足存在してないですよね。こっから下にも存在してないですよね。ということでね、 こういうふうに触れてるんではないかなと、上下上下に行ってるんではないかなと思うんですよ。先ほどの4時間と同じ考え方ですけども。そうなると今後は、ここを超えない範囲で下に下がっていって、で、ここを超えない範囲で上にいってってことを繰り返して、徐々に動きが、上下のボラティリティがちっちゃくなってきて、ボラティリティですよ。で、どこかで大きくボーンとブレイクするんだろうなと思ってるんですよね。 でこういう前提で、こういう前提でですよ、チャートの方をたまに見に来ると、この大きくブレイクする瞬間に出会えるっていうことなんで、その瞬間エントリーするんですよね。じゃあブレイクはどういうふうに判断するかっていうことなんですけども、この山切りのギザギザがありますね。ちょっとわかりにくくなってきたんで、もう一回書きますけども、あのブレイクってのは例えばね、この線が売りに向かっていっあ、すいません。売りに向かっていって、 ここを越えたときがブレイクです。ね。ブレイクです。だから、こういうふうに大きくいくんではないかなと考えられるんですよね。ところが、ここで跳ね返ることもありますんで、この直前で利益確定をすることもあります。これは初心者の間はそうしてました。今私はまあそこそこの上級者なんで、ここを突破することを考えてね、えー、ロスカットは引きながらなんですけども、 そう、ゼロラインっていうのがありますけども、ロスカットラインをこういう風に動かしながら、ここに固定して放置するって形をとります。ブレークの攻め方はそんな感じです。はい、今日はこんな感じなんですけども、今日ご案内した中で分かりにくいところがあったら、これご質問いただければと思います。あの、やっぱりね、なんとなく聞いてきて、この言葉分かんないなとか、なんでそういう風に考えるのかなってことをやり過ごせば力はつかずに、ただ見ただけになるんですよ。ですんで、どんな小さなことも、1日1個クリアしていって、 都合1年間で300個の問題点をクリアすれば2年目からは勝ちになるってことになりますもちろん密度を濃くしていってね、えー、1日に10個ぐらいのなんでだろうを解決するっていう方法もありますでそうなると1ヶ月ぐらいでもう負けがなくなるということにもなりますあの FX っていうのは公式ですからねだから覚えれば覚えるほど勝率が上がっていって覚えない人がずっとお金を支払い続けるって形になります、えー、どちらに行くのかはもうあなた次第ということですねそれでは本日は以上です